タイガーファンディング新しい未来をつかみ取れこれ何分ぐらいやればいいんですかえっとね、15分、最低15分は貼っといていただきたいですでもその後、えっと粒はまあ8時間ぐらい夜ね、例えば寝る前に貼っていただいて朝起きて取ったらもうその次の日は完璧にいい顔みたいなへぇー,へーいいなぁフェイスドーピング <laughs> ドーピングじゃないか <laughs> んかここに集まってる感じしますねシールのとこに肉がそうそうギュッと<わ>引っ張ってる感じですよ、ね、けど細井先生がそう言うんだったらちょっと学習塾業界の虎政党後継者株式会社エイバー代表林直弘年商100億日本初授業をしない塾武田塾の教場数は全国300校を突破フランチャイズで全国制覇を成し遂げた虎は何を求める 信頼できるよね大体やっぱ,やっぱあの細井先生のインスタとかって「あ,のあんなん詐欺だよ」とか例えばあのこあの頭が小さくなったとこんなの手の位置違うだけだろうとか言ってよくディスってるじゃないですか。でも先生がこれ効果あるってさこれ本当っぽいな。結局 こういうまあ鍼灸も生体もそうなんですけど問題点って持続性なんですよ。要するに要はそれ持つのっていう。要するにここほらマッサージしたら一瞬はこのね要は皮下組織から組織液が抜けるんでスポンジが潰れたみたいになるわけ顔一瞬ちっちゃくなるんですよ。けど夜にむくんでるやんっていう話が問題なわけですね。それをあたかもこう小顔矯正みたいな感じで要するに歯の矯正と一緒でもう戻らんものみたいに売るのはようないよねみたいな感じで美容外科が医者が指摘するわけなんですけども例えばこれはもうその東川 お母さんがおっしゃってる通り、まあ毎日やりましょうって話なんで、それは別にいいわけじゃないですか。そうそう、手術しなくて済むっていう。そうそう、だからセルフケアとして取り入れてもらいもので簡単だと思ってます。うんうんうん、ね。お手軽であることには間違いないですよね。<laughs> ただただですよ。ね、これほどの効果があるんだったら金額気になっちゃいますよね。でもお高いんでしょう。<laughs> <laughs> いや金額はあの <laughs>。

お伝えしたいところなんですよ。縮小継続しやすいな。鼻の通りがよくなってきた気がする。それでね、その株。はい。やっぱり吸いやすい。そう、その壺が蓄膿の方とか鼻炎の方の壺でもあるんですよ。すだから。っ合ってます。だから、その。 あの内臓のケアもできるものになってるんですね。経絡があの人体には通っているので、これ誰が作ってるんですか？工場があるんですか？それとも東川さんが自分でテープペタペタ貼ってるんですか？金属を私がオリジナルで今回この商品を作ったんですよ。で、類似商品はまあ,あるんですよ。<う>ただ、そのやっぱこのポイントツボをちゃんと。 捉えることでこれだけの効果を出せるんですね。で、こういう指導をしているものがないんですよまだ。<ー>はい。だから私はこの粒と指導を一緒にしてお伝えしたいと。 だからせっかくあるものをより効果の高い状態で使っていただきたい。その技術を覚えるのにはどのくらいかかりますか？えっと、新規師の方だったら私がお伝えすればすぐできると思います。じゃあなんかフランチャイズ展開できそうじゃないですか？はい、できたら <laughs> したいです。<laughs> <laughs> いいなあこれ。これはいいですね。いいな、もうとりあえず100倍置きます。<laughs> はやっ。ありがとうございます。はい、えー、配当から100万円出ました。一般素人が、はい。 あの自分でうまくできるようになるまではどれぐらいかかるんですか教えてもらって、えっと、そのご自分の顔だったら、はい、あのその方に一回そうなんですね一、はい、回教わる前ですねはいだからその方にあのここあなたのここですよって、まあ、それをちゃんと守ってくださればですよ、うん、あじゃあ買うとそのアドバイザーの方に一回教えてもらえるっていうのがセットでついてくるみたいなそうですそうですそんなふうに思ってますでそのアドバイザーの方はセミナーで教えて増やすと、えっとあ 今は私だけなので、はいえっと、買っていただいた上で私のウェブセミナーに来ていただくって形ですだから私のウェブセミナーを受けていただく方がその,この粒を購入してから受けてくださいねっていうことですで、他にも私みたいな人が増えれば、はい、そうやっていろんなところで受けていただけるんですが、はい、今のところ私だけなので、はい、そういう方を増やすのもやってくれると思、はいます。で あのその人の人仕事にもなっってていくで鍼灸師さんって今、まあ、このコロナ禍でやっぱ対面のお仕事なのでやっぱ集客困ってる方もいらっしゃると思うんで,うで、ねはい、オンラインでまずこう信頼関係を作っていただいてそこからもう自分のお店に集客っていうことも可能だと思うんで。 もともと鍼灸師さんってこういう小顔みたいな施術をしているところ多いんですか多いですね美容鍼灸って今は、うん、はい針をでもやっぱお店で直接鍼灸師がやるという技術になっていますのでなかなかねあの知らない方が針を自分で刺すっていうのをちょっとしないので<ー>はい高性能のシールに林が100万円を動かす志願者のペースで進むタイガーファンディングこの流れに乗り 完全オールまで突っ走れるか。えちなみにそのハリで儲けたいんですか、それともそのウェビナーで儲けたいんですか。両方です。おおなんかなんていうんですか。ウェブのやり方とかは無料公開してハリに買ってもらった方がなんかこれこれ一個19円とかですよね。ちょっとだってこれこの人たち月額6000円とか取ってますよね結構ね。そうですね。で<ら>でも。 鍼灸師さんか、ね、新資産でみんなお安い価格でやってはるから,だからそっちに合わせちゃいましたけどだからビジネスモデル的にはどっちがいいんじゃろうかみたいな多分爆売りしたいんだったら多分通販で売った方がいいですよねロット売りたいんだったらはいもちろんロット売りたいです仕入れがもう5000からっていう例えば彼女が YouTube 流してそれで指導してもダメで一人一人に要は Zoom で最初に あなたはここだよっていうことを指導しないといけないそうですよね、はい、なので最初に何パックかわかんないですけどパンと買ってもらった人にはそれがついてるよっていう売り方をして最初はもう彼女だけがそれをやらないといけないそう,そうけどそれってビジネス的には下手っぴにやることで、はい、本来であればその要は パターンを作っちゃえばいいだけで、例えば法令線パターンみたいな。まあよくこう LP とかに出てくると思うんですけど、あなたの顔は A タイプみたいな。肌のその診断みたいのをするわけですよ。どこが気になってるみたいな。で、その場合は、こことこことこことここに貼ってみたいな感じで、要はオートメーション化しちゃえば、バンバン売れて勝手に学んでっていうのが、まあできちゃうんで、要するによりいいものを多分提供しようと思ってると思うんですね。そうすると、まあ、なんていうんですか、無駄は多いというか。 まあその個人でやるのはめっくそめんどくさいじゃないですか普通に考えたらだって一人ずつやるの大変ですよね<笑><笑>そうですねそうだからまあ高い値段を取って一人一人の顧客を大切にするのかみんなができる安全なものを作ってこういうふうに LP で売るのかの二択ですよねいやできたら広げたいんですよねそのはい ででもやっぱりそのやっぱ骨格とか違うじゃないですか。だんだんその人にここですよって言ってもあの微妙なズレとかがあったりして、まあ例えば聞かないなっていう風うに思っていただくのが嫌だし、それをちゃんとこう真剣に受けたい方は教えてあげたいっていうのは私のまあそういう気持ちですけど。そのズームの面談っていうのはいくら以上買ったらついてくるとかあるんですか？それは今はまだ決めてないですよ。よ今はまではあの本当に。 最初だったんで、三千五百円でやってたんですよ。三千五百円だとね、やっぱり。そうですね、だから、こう、次からは五千五百円にしようかなって思っていて、ただ知名度がないので。これ初めてだと思うんですよ。だから、みんな、こう、興味はあるけど、足踏み状態な感じなんですね。その私、フェイスブックしてるんですけど、まあ、そこですごく、あの、友達先生も増えたし。 数2時間でで、えー、何百人っていう友達が来たんですよだからみんな興味はあるんだけどやっぱりどんなもんかなって試してはると思うんですね。で,で結果をまあ出してるんですけどほとんど全員に好評なんですよこの方法は。だからきっと流行るはずです。まあその儲からんと流行らんっていうのがあってさっきおっしゃった通りじゃあ 同じ志の神経師さんが困ってるからだから施術した方がペイがいいってなるんか、はい、ウェブナーやった方がペイがいいってなるんかみたいな勝負ですかねあとはこのウェブウェ,ウェブナーを受けた人は定期的に購入してくれるっていうメリットはありますよねけどこれ見てるとみんなまず共通して貼ってるとこがありますよね法令線のこの基部のところ美容基部のところに貼ってますよねでまあ多分岩井社長も貼ってますであとはこの 目のこのここですかだから多分 ある程度パターン化できるというかそうです、ね、まあもう本当に多分ねその例えば岩井社長やったらここは気になってるだろうからここに重点的に貼るとかあっても、うん、多分年代によってそういうのって結構カテゴライズででできると思ううんすすよ確かにそうですだから完全なカスタムオーダーメイドもいいと思うんですけどそのセミオーダーメイドみたいののラインナップを増やしてもなんていうんですか間口広がるというかはいそうです、ね、なんか結局東川さんだけすごい忙しくなっちゃって大変そうだなって思っちゃうんですけど <laughs> 売れれば売れるほど忙しくなるわけじゃないですか。 動画を公開したらリクリエイト株式会社代表北川哲平姫路を拠点に万人受け断固拒否の精神で本川にこだわるレザー事業を展開教育ウェブ社会福祉と拡大を続ける情熱のルーツは応援団職人達と地場産業をエンパワーするローカル実業家のトが志願者に熱きエールを送る動画を公開したら その他社の新旧シールが売れる可能性があるからっていうことを心配されてるんですか。うん、まあそうですけど、あのー、いや、はい、えっとそうですね、あのー、他社の配送、はい、ですね、そうですね。それはどう解決、解決しようがないものなんですかね。でも解決しようがないですね。やっぱりそのやっぱこう世の中に出ていったらきっと。 真似,する人真似する人がいらっしゃるのでだからそれもう方ないので、あのー、そこはちょっと私も今即答できないですけどやっぱ考えさせていただいてそのビジネス的に何がいいのかっていうのは私本当にビジネスのことは分からないのであの教えていただきたいなっていう気持ちなんですけど。こんな粒をどっっか作ってくれる 工場があるんですか、はい、粒作ってって言ったら「いいよ」みたいなそんな簡単に「いいよ」じゃなくて「5,000個買ってね」っていう <laughs> <ー>「440万円買ってね」って言われてますから結構私にしたらハードルが高いんですけど。事前面談の時にあのどうしても5,000個からしか受けてくれないらしいんですよ。だからそのロットで <laughs> この金額がかかるっていうことです。まあ実際ね、この速攻的な効果があるっていうのはすごい。なんていうんですか、バズり要素があるというか。<laughs> 嬉しいです。まあ結局ね、整体師さんとか美容針灸師さんとかも、やっぱりビフォーアフターの写真が何よりも大事って言うんですよ。まあこれ美容外科もそうなんですけど、効果があるかないかをまあ歴然とこういうお写真でこう提示してくれててっていうと、やっぱり買う人は絶対出ますよね。なんか売れると思いますよね。これ問題ですね。 東川さんのこの商品があのいいんだろうなっていうのは分かったんですけど競合他社製品ととの比較がでできててない状態ってことですよね値段はこっちの方が、まあ、安くはできるかもしれないけどそのバリュー的にどっちがいいのかっていうのは全く未知ってことですよねこのプレゼンの段階においては。そうなんですそれはは怖いですね、はい、さらに第三者第四者がどんどん真似して入ってくるかもしれないそうなんですしこうやって動画も出ちゃってますからそうなんですよだから。 あの早く広めたいです、うん、今もあらゆる職業の方が普通にねどんどん YouTube 使うようになってる中で時間の問題でこの商品がいいもので流行っていくんだったら時間の問題でどんどん出ちゃいますけどねおのずとそのあとで無料になってどんどん出る情報をなんか今それは私にはちょっと分かんないんですけど。なのでであれですね もう価値のある情報をもう無料でバンと出してで皆さんが価値がある情報だったら人が集まってもらえるんでその集まっていただいた方に対して販売をしていくっていう方がいいいいかもしれれないですすけどね、うんはい、それをじゃあもう考えさせていただきますあのファイテンとかスポーツアスリートがこういうところに貼ってるシールあるじゃないですか。はいはい、それと 同じ原理なんですか。あれはなんですかね。まあわかんないです。うん、ゲルマニウムとかなんか時期とかでこう肩こりとかそのパフォーマンスを上げるまあリライブスーツもそうだと思うんですけど。はい。<え><あ>原理は一緒なんですね。原理は一緒ですね。<ー>はい。競合他社との比較が不十分、真似される可能性も否めない。ビジネスをめぐり意見がぶつかり合う中盤戦、希望学まではまだ遠い。次回最終話 議論の末、物語は一つの結末を迎える。同じ壺のことを言ってる人もすでにいると思うんですよ。